ジャスタウェイ、ジャスタウェイ、A は、日本の競争馬である。主な勝倉は2013年の天皇賞、秋、2014年のドバイデューティーフリー、安田記念。馬名の意味は、英語で、その道で、馬種である、アニメ脚本家、山マ谷明の代表作、銀魂に登場するジャスタウェイに由来する。山マトは、赤道広との対談で、 あまり写楽が効いてない感じという理由で、主要キャラクターの名前を付けたくなかった代わりに、一見かっこよさげで、ちょっとアホ臭いキャラクターということでこの名前を選んだことも明かしている。2009年3月8日に白いファームで誕生。翌年2010年のセレクトセールで、ヤマトヤが1、260万円、消費税込みで落札して購入した。なお、 ヤマトヤが以前ジャスタウェイの父であるハーツクライの一口馬所だった縁もあり、所有する馬はすべてハーツクライ3区である。ヤマトヤは2009年のセレクトセールでもハーツクライの初年度3区を競り落としているが、この3区はデビュー前に亡くなっており、2年目の世代をカタログ順でボバでもヒンバでも買えるものならの意気込みで、ハーツクライ3区が出場するたびに順番に手を挙げ、シビルの子を 競合相手もなくなんなく落札したものであった。ただ、ヤマトヤの本当の狙い名は、カタログの一番最後に出場した、ハーツクライサンクであるサビアーレの子であったが、サビアーレの子は3900万円、税抜きで、ビセンジマトシコが落札。ヤマトヤは、俺、ミルメネーナと、苦笑いするしかなかったという。サビアーレの子は、後にカッーティスターの名前で競争馬となり、 2013年の日経新種運杯を制することとなる。落札したシビルの子は足が外交気味であった。大和屋はこのことを知らなかったが、ヤシロ大スタリオンステーションの人間にハーツくらいの一口さんだったんですね。それなら、この外交も問題ないですねと聞かれると、もちろんですと了承している。 7月23日の新潟競馬場の芝1600メートルの新馬戦で福永祐一を安城にデビュー。福永曰くデビュー前はゲート練習をメインに調教が積まれていたせいで体の動きが少し硬かったというがその回があってスタートも早く上がり33秒3の足を使って2着ラパージュに5馬審査をつけ勝利を飾った。山戸屋にとってもこの勝利は 個人橋としての初出走、初勝利であった。続く、新潟二歳ステークスは一番人気に押されるも、先に抜け出したモンストールを捉えることができず、4分3馬審査の2着に、赤敗した。3走目の東京スポーツ杯二歳ステークスは、不良馬場ということもあり差し切れず、ディープブリランテの4着に敗れた。レース後、不良馬場を走ったことを考慮されノーザンファームしばらきに、 リフッシュ放牧に出され、二再戦を終えた。一月十二日に、立党に帰球後、三歳初戦として二月五日の、ひサラギ賞に出走するも、ワールドエースの四着。続く、アーリントンカップはよ、馬場発表ながらも、降雨で、重め馬場となったが、後方追走から、最後は、大外を回り、先に抜け出していた、オリービンを差し切って、重傷発制覇を果たした。も、 個人橋としての重賞初勝利であり、キャラクターのジャスター・ウェイグズを手に扮していたという。また、このアーリントンカップの前後から、あくまで酒の席での話としてではあるものの、ドバイミーティングへの遠征が早くも語られるようになった。春3層目は、ニュージーランドトロフィーを予定し登録されたが直前に、ナイラをわずらい、症状自体は軽かったものの先を見据えて回避。 東京競馬場での人ック、マイルカップ、日本ダービーダッシュの変速2巻を目指したが、NHK マイルカップは、カレンブラックヒルの6着、日本ダービーは、ディープブリランテの11着に敗れた。秋は、菊花賞へは向かわず、コバとの直接対決となる、中距離路線へ向かった。秋初戦毎日王冠は12番人気に甘んじた。ものの、逃げたカレンブラックヒルに、 首様で迫って二着。続く、天皇賞、秋は、先行する、萌えい新フラッシュの六着に敗れた。香港国際競争に香港マイルを第一希望、香港カップを第二希望として登録したが回避し、12月の朝日、チャレンジカップに出走を予定したが熱発で回避。世代のレベルの高さを垣間見せつつも、秋に戦を未勝利として三歳戦を終えることとなった。 4歳初戦にして、熱発明けからの仕切り直しのレースとなった、中山金牌は一番人気に押されるも、タッチミーノットの3着。続く京都記念は再び一番人気に押されたものの、伸びをかき、当選ラーの5着に敗れた。2番人気に指示された3層目の中日新聞杯も、左前足の落鉄の影響もあり、追い込み不発で8着に敗れた。5月19日のシンガポール、 航空インターナショナルカップの一時登録も済ませたが、回避し短期放牧に出された。この後、エプソムカップは、クラレントと花サの2着、夏競馬に参戦して、関谷記念はスタートがうまくなかったことが影響し、レッドスパーダの2着、6番人気と人気を落とした、毎日王冠は、エーシンフラッシュの2着と、3戦連続続続けて2着を、重ねた。 そうした中、5番人気で迎えた天皇賞、秋はスタートも良く、ハイベースの中高方からレースを進め、直線で1番人気のジェンティルドンナを差し切り、4馬審査の圧勝で GI 初制覇を果たした。安状の福永は、初の天皇賞制覇で、かつ2組目の親子制覇も達成。ハーツクライにとっても、初の3区 GI 制覇となった。また、2勝馬の優勝は、 グレード制導入後のコバ出走課の GI では2度目、通算148回を数える、天皇賞史上初の快挙となった。なお、2週間前の出走登録では、習得賞金の兼ね合いで出走馬決定順20番目、除外対象となっていたが、登録馬のうちの当選ら、ダークシャドウ、ルルーシュの3頭に加え、事前段階で、同級者のゴールドシップ等の上位馬が回避するという、 好機をつかんで得た勝利だった。大和屋は天皇賞終了後にドバイミーティングへの遠征計画を公表した。レース後はジャパンカップには登録せず、また登録のあった香港国際競争も回避して、有馬記念出走か休養の2択となったが、最終的には疲れが出たため休養となって2013年のシーズンを終えることになった。 5歳を迎えて間もない2014年1月17日、菅井はドバイミーティングへの遠征について、中山記念をステップにすること。ドバイでは、第1希望をドバイデューティーフリー、第2希望をドバイワールドカップとして登録することを明かす。1ヶ月後の2月17日招待状が届きこれを、受諾、ドバイデューティーフリーへの挑戦が確定した。 ドバイへの資金席として出走した中山記念は、騎乗予定であった福永の騎乗提示により、安城に横山の博を迎える。一番人気、統計兵郎に続く二番人気に指示され、レースではその統計兵郎が出遅れる、中行為に取り付き、直線で内拉地定位のわずかな隙間を突き抜け、アルキメデスに三馬人反差をつけて解消。 3月21日にジェンティルドンナなど共に出国し、迎えたドバイデューティーフリーは、統計兵郎が逃げる中で、後方3番手からの競馬となったが、直線を迎えて逃げた統計兵郎が後続に追いつかれたところに、外目から差し足を繰り出してと一気に後続をちぎり捨て、2着のベルキンゲトリクスに6馬身以上の差をつけ、 タイムも従来の記録を2秒以上も更新する1分45秒52のタイムで圧勝した。この結果より国際クラシフィケーションにおいて130ポンドの評価を受け日本競馬史上初となる単独1位にランキングされた。この数値はエルコンドルパサーが1999年に受けた134ポンドに次いで日本調競馬の歴代2位。 内国サンバに限定すれば2013年のオルフェーブル129ポンドを抜いて歴代1位である。レース後はキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスへの遠征プランなども打ち出されたが海外への輸送が続くことを嫌い安田記念から宝塚記念へ転戦することとなった。また、同馬屋のゴールドシップやレッドリベールなどと共に外専門章への登録を行った。 安田記念では、騎乗予定であった福永の騎乗停止により、安定に4歳以上の毎日王冠以来の騎乗となる柴田義富を迎えた。不良馬場で行われたレースでは、直線先に抜け出したグランプリボスとの叩き合いを、ゴール前でしぶとく差し切って3度目の GI を制した。安田記念の後、陣営は改めて、宝塚記念をステップに外線門賞挑戦の意欲を示した。 しかし、レース後の疲労が激しかったことから、ファン投票で4位に、支持されていた宝塚記念への出走は回避することとなった。宝塚記念出走回避後の7月23日、同、馬屋ゴールドシップと共に外戦門賞への遠征が、正式に発表され、安城は福永、が、前哨戦を使わず、外戦門賞へ直行することとなった。レースは、 後方4番手で進んだが最後伸びず、連覇したトレブの8着に敗れた。帰国初戦となったジャパンカップでは最後の100メートルで足を鈍らせ2着に敗れた。そして続く有馬記念を最後に現役を引退すると発表された。有馬記念は4コーナー12番手から鋭く伸びたが4着に終わった。2015年1月4日、京都競馬場で引退式が行われた。 1>, 1月7日付で競争場登録を抹消され、北海道有仏軍阿比良町の八代台、スタリオンステーションで種母場となった。種母場として2015年から種付けを行っており、初年度の種付け料は350万円であったが、すぐさま満口となった。2016年のセレクトセールには、早速搭載は19頭が上場し、1頭目に上場された。 レイズコールの16をヤマトヤが4700万円で落札。その他、コーフィールドカップ優勝馬アドマイヤ・ラクティの判定に、当たるアドマイヤ・テレサの16、アドマイヤ・ジャスタを、フジリーチが1億4000万円で落札し、これが、セールに出場した19等中最高額となった。馬種である、ヤマトヤ・アキラの代表作、銀玉に、同盟の馬が1位入選するというオリジナルエピソード。 155話、裏の裏の裏は、裏があるが、その内容は、右回りで行われたレースを、馬番十三番で出走したジャスタウェイが、道中最後方で溜めた足を爆発させ大外から、ゴ棒抜きという、同馬が制した、アーリントンカップの結果を予言したものであった。原作漫画版、銀魂では、将軍賞を低人気で勝ち、主人公、坂田銀時が一通り、 ジャスタウェイを腐すという場面がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。